はい、今日から俺は YouTuber 三井ジムのさとしです。今日はまあ短いんですけど、みんなが意外と知らないアッパーの防御の仕方を説明したいと思います。まあこう最初はやっぱり皆さんこうアウトボクシングというかをジムで教わってからまあ言ったら接近戦っていうふうに映ると思うんですけど、よくアッパーをもろに食らう人が結構多いんで、その時見てたらもう単純に言ったらこう顔が開いてて、まあ開いてなくてもアッパーっていうのはもらっちゃうんですけど、アッパーの防御があんまりできてはないなと思うんで、そのアッパーの防御の仕方を紹介します。まず僕が思うアッパーの防御の仕方は、前回の動画で説明したこのブロックのこの振りなんですけど、この振りと若干似てるんですけど、まあ似てへんか、似てるというか、だからアッパーの時も手は動かさないです。個人的にこのままで、そのままアッパー来たと思ったら、まあ、閉じてしまうと言うたらフックがここが開いてしまって危ないんで、この言うたらこのテンプルに僕はつけてるんですよ。グーにいつもですか、ここのこめかみか、テンプルちゃうか、テンプルかこめかみにつけてこのまま閉じるっていうのは僕ブロックの時にやってるんですよ。こめかみにつけてこれ、そこのまま動かさずに肘を言うたら右アッパー来たなと思ったら肘を入れます。そうですこっちやったでしょ、まあちょっとやるとブロックしてて、こっちが左アッパー来たと思ったらこのブロックを動かさずに肘の中に、そうです、見えます？まあこれでやると何がいいかって言ったら、まあ例えばさっき返しのフックっていう動画やったんですけど、例えばこういく、返す、そのまま下から下ろしてこれも打てますし、こう入れて、まあこっちも一緒でこれ入れたままこの上がってるままフックでもいいですよ。はい、ドンも打てるし、言うたらこう入れてる分こっち下がってるんで、そのままなんからバン、まあちょっと一回下ろしてになるんですけどアッパーも出ます。はい、バン、そうです、こっちも一緒、はい、ドン、ああそうです。これが一応僕が思うアッパーの防御の仕方で、まあ、じゃあ中間距離のアッパーどうやって防御すんねんって思う人はもうそれはもうパーリングでいいです。だからアッパーを引いてください、右アッパーもうこれでいいです。これ中間距離は基本もう僕の中でもう中間距離はもうブロックいらないんで、これがです。接近戦の時だけしっかり肘を入れる。であとは個人的にブロックで気をつけてるのが、基本的に肘開けないです。僕はこういうブロックしないです。もう最初からもう閉じてます。最初から閉じた状態、ここをつけた状態でいきます。まあつけてないって言っても、まあ、10センチぐらいですかね、これ肘の間隔。あんまブロック下手な人っていうのは結構こういう人多くて、肘が開いてる人多いんで、そこを狙いやすいんで、ブロックあんまできひんなと思う人は基本的にもう肘つけるぐらいで練習してください。ドン、受ける練習からアッパーもフックも、まあ、フックのブロック出てないんでそれは教えます。フックは基本的に動かなくていいです。あ、どうしてもいいですか、石田さん今ちょっと開いてるんですけど、僕はこのブロックあんま好きじゃなくて、そうですね、基本的に肘閉じます。フックは基本動かさなくていいです。横から来るんでけど、うまい人とかやったらこの後ろとか狙ってくるんで、あまりにも後ろから来たなと思ったら手を上げます。そうです。これはちょっとやりすぎですね。もうちょっとだけで。そうです。で、中間距離になると、肘で受けたりもします。そうです。ちょっと上げすぎですね。こう、言うたら、こうやるんじゃなくて、このままこうですね。このグローブの位置は変えずに。グローブの位置は変えずに。開かずにこう上げる、ちょっとだけ腰入れる感じですよ。前に、そうです。そうです。で基本的に僕的にはこのブロックしてる手の位置あんま動かしてほしくないんで、動かしてしまうとやっぱその分もらってしまうリスクがあるんで、まあブロックがうまくなりたいなとか思う人はとりあえずあんまりこう動かさずに肘を閉じる、動かさない、肘閉じる、アッパーボディきた。これもう絶対ダメです。コーナーした瞬間、もう1回でも見せてしまうと、もう絶対上に狙われてしまうんで、基本的にはもう隙を、相手に隙を見せないっていうボクシングを目指してほしいんで、構えから隙のないボクシングを目指してください。以上です。ちょっと長い。どうしちゃったんですか。どうしちゃったんですか。なんか倒れたみたいです。試合って出れるとか。いやもうもらわへんかったら出れるんちゃうか。いやそうまあ社会人なんでこうなんか医者から次もらったら肺に刺さるよって言われたんでやめとこうと思って。